株式会社オサダは、佐賀県に本社を置く企業。かつてのディスカウントストアジバ大手であった。1990年代に、大型店、ハイパーセンターオサダを、九州北部を中心に大量出店し、ジバ大手に成長。しかし、店舗が巨大化し、出店費用などで負債が大きくなったため、2000年に民事再生法の適用を申請した。 以後数年間再建を続けたが、2004年に経営再建を断念。事実上倒産し、長崎県の都議津店以外の店舗をすべて閉店、売却した。オド、オートーの2店舗は、港南に売却している。また、空港店の退去した建物は、同社がリース入居したが、不審のため異例の短期間で撤退している。2010年10月には一度閉店していた。 イマリ店を再オープンした。2013年2月には倒産後も継続して営業していた唯一の店舗、都議室店を閉店。イマリ店一店舗体制となる。2014年2月にはイマリ店も閉店。二つの FC 店舗、株式会社ディングの運営店舗、また関連会社のネットショッピング事業のみが残存している。2014年3月現在、適損しない。 ハイパーセンターおさだいマリテン、ありがとうございます。